はい、はじめまして、楠の木拓堂です。今日は友達と岡山兵庫に、ヒッチハイクで、東京からですね、東京から岡山兵庫に帰るので記念に Vlog を撮ってみようと思います。それでは行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、今日ヒッチハイクで一緒に帰るゆきやくんです。どうも自己紹介お願いします。はい、兵庫県に今から帰ります、藤田ゆきやです。よろしくお願いします。お願いします。おしゃれな Vlog を撮ろうとしたんですが、早速、残高が足りませんでした。まずは、電話としてもらって青葉台の方へ、はい、向かいました。なんか青葉台の近くにあるサービスエリアが歩いてでも行けるサービスエリアだそうで、そこは結構穴場みたいで、はい、そこからヒッチハイクを始めました。いや、最初は本当緊張してなかなか捕まんなかったんですけど、でも開始10分ぐらいで、ほらこれです、見つかったんですよ。埼玉にお住まいの、海老名に旅行に行くあれですね、ご夫婦さんに出会って本当に感謝です。で、海老名からはもう本当にすぐ、本当に奇跡みたいなことが起こったんですけど、5分くらいで大阪に帰る、高橋さんに、はい、会いました。本当に気さくな方で、一緒にアニメ見たりとかして充実しました。で、そこから草津に着いて、またここから兵庫岡山にかけてヒッチハイクをしてます。最高ですね。ありがとうございます。下ネタおもろい俺もちょっと興奮します。バーレスク行きます。最高です。で、ここも本当に実際10分ぐらいで本当に捕まって、これは、カレーを全国で作ってるっていう、はい、まこっちゃんに乗せてもらいました。本当にとてもいい人で、最高の思い出になりました。そして無事、11時間の旅で無事実家の方に戻ってきました。まさかこんなに早くも家に帰れるとも思ってなかったし、本当に乗せてくれた3組の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。で、ヒッチハイクを通して本当にその人たちの経験談とか、なぜ乗せてくれたのかとか、そういうのいろいろ聞いて本当にいい経験になったし、まあ、次やるかどうかは分かんないんですけど、また自分が見つけた時は乗せれたらいいなとは思いましたって感じですかね。とてもめちゃくちゃいい経験になりました。それではゆっくり寝ようと思います。ご清聴ありがとうございました。